伊達ちんチャンネルへようこそ。伊達ちんでございます。本日は2017年12月31日、おみそかでございます。ということで今回伊達ちんチャンネル総集編、まずは行ってみたいと思います。こちらです、どうぞ。で、手のすっぱりは嫌んですよ。この、1、2、3、4、小段重ね行ってみよう。頼むぞ。これね、実は、まあ、材質はちょっとね、まあ、ダンボール、やっぱりマントがやっぱりいいよな。あー、こんな感じで、筋肉すぐれでございます。これはね、だから今回、ちょっと選ばれてるようなんでね、ゲット。確かに酔う感じもするんだけど、ちょっとバイオハザードなのさ。あー、そうですよ、もうね。はい、じゃあね、こちらの天ぷらうどん、いただきましょう。実はすげえめちゃめちゃ長かったんだけど、で、分かるかな、こんな感じで難しいっていう。これね、一箱であるね、24種、ちょっと難しい。もうぬるぬる、もうぬるぬる。はい、ということで本日います。それでは開封の儀始めます。ということで、ね、行ってみよう。来た来た来た、これレアかもしれん、これレアかもしれん、これ終わりました。もうね、ポケモン GO ね、もう我々、まあ、東日本に住んでる人はね、この正義、悪魔、パーフェクト、大乱闘の巻き。はい、ここにね、こういう楽しみ方来ましたよね。で、今回付属のパーツがこれね、左なんですよ。はい、はい、それはね、こちらで、ね、足が、それからあっち側がある感は確かにあるかもしれない。もしかしたら煙がすごい報告しましたけども、私たちでございますけれども、ラブホテルから、けどもゲーミング用のモニターに、このね、スピーカーをつけてまいりましたけどもね、いやー、このね、南愛知の大スタッフ2017、静岡大会でございますけどね、これが JK 女子高生ね、女子高生のギアをゲームあんまり摂取してもダメなんだ。これね、これと色違いなの。こっちがちょっと黒っぽい、こういうクリアファイル。これ1984年の3期ってやつでしょ。これもさ、すげえうまそうなんだよね。だから今回ね、マジこの大阪のこのリアルイベント、で2軍カジマのクソ力の垂れつきということで、この赤いこの筋肉マンのね、このカジマのクソ力、これうまい。ミニステファミコン、前回のミニステファミコンと比べると、それからこれ星ロックの、このメッシュキャップでございます。このメッシュキャップ今かぶってるよね、これより全然良くて、全然良いって言われましたからね。あと録画時間もちょっとあと微妙なとこだったんだけど、こんな感じ。シャキリ頼むぞ、キャッチテーとか行く一瞬のね、逃しちゃうってことも結構ありましたね。しかしながら今悪魔将軍が熱いんです。はい、うまい、はい、イメージ的に悩んだのがハッピーターンでございます。これはね、32g かけていいだろ。叩きは柔らかい、保釈の倍数、電力の価格が6300円で、まあ7000いくらぐらいするかな。で、これ、これ結構ね、値段もしたんだ。値段がね、1万1362円、買われた方、多いんじゃないかと思いますけど、こちらでございます。てれーん、このね、筋肉マン、60、まさかにね、まさかにね、じゃない。はい、ということでね、今年もいろいろね、あったんですけどね、まあ、ほんといろいろ忙しい年でございました、今年ね。振り返ってきても、本当にね、激動の1年間でございました。まあね、ほんと、今年ね、1月から始まったんだけど、本当に1月ちょっとね、動画休んでて、その去年はね、動画休まずちょっとやってたんだけど、ちょっともういろいろね、バタバタしちゃったり、まあそんなこともしちゃったり、もうね、いろいろ楽しい思い出、やんなことだったりね、いろいろありますけれどもね、来年1年ね、本当にいい年でありますようにっていうことでね、やっていきたいと思います。で、今回できなかったことだ、今年できなかったこと、またいつも通りやるな、金消しな。まあ金消し結構後半から続いたんだけど、あれだね、結
結構、まあ、できなかったこともあった。あと、まあ、あれだな、ちょっと帝国に動画出せなかったこともあった。うん、それもちょっとね、帝国って言っても決まってねえんだよ。そんな決まってねえ。俺一向行ってないよ。まあ、7時やります、6時やりますって言ってないんだけど、まあ、要はゴールデンタイムにさ、できない時もあったり、夜中遅くなっちゃったりとか、ほんと朝誰が見るんだよっていう、ね、動画出したりとか、ほんとね、いろいろありましたけどね。本当に、まあね、なんとかやってこれたかなと思っております。あとはまあちょっとね、いろいろゲーム関係もね、まあいろいろ機材あるんだからね、やっていかなきゃいけないなっていうところもあるし、まあ本当ね、毎日毎日、忙しい、一句ね、過ごしちゃってるんで、あれなんですけどね、まあ本当、来年1年、ね、まあ、今年1年間本当にいろいろありましたけどね、来年ね、いろいろもね、健康も含めて、頑張って、やっていきたら、ね、やっていこうかなと思っております。皆さんも、いい、新年迎えられるよう、ね、頑張って、いただきたいなと思いますけど、今回はこんな感じでございました。はい。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。またパソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタンを押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。